皆さんこんにちは。これは今 JR の高山駅に来てるんですけど、これが高山からね大阪の方へ向かっていく、まあ帰っていこうと思ってるんですけど、今回なんですけども、高山から大阪までね在来線の普通列車で移動してきたということで、今回やっていこうかなと思ってます。まあ、というのはさっき高山までね特急ひだ1号 HC85系という最新型の列車がねデビューしたんで、それに乗って高山まで来たんですよ。でもね、高山から大阪まで帰らないといけないんですよ。そのことをね全く考えてなくて、さあどうしようって思ってたんですよね。まあ、高山から大阪まで、まあ、移動するってなった時に、まあ、特急飛騨で、まあ、岐阜まで、名古屋まで行ってね、で名古屋からまあ東海道新幹線で新大阪まで行く、あるいは1日1往復だけある、大阪飛騨ですね、高山から大阪まで行く飛騨があるんですけれども、まあ、それだったらやっぱりお金かかるじゃないですか。できるだけ今回ね節約して、まあ、大阪まで移動していきたいと思ってるんで、今回はね在来線の普通列車でね移動していこうと思っております。はい、今回ねそんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。高山駅はね今回初めて来たんですけど、なかなかすごいでしょこれ。祭りのなんかいろんなやつがね飾ってあるみたいです。こんなやつとかね。ここが高山駅の改札の前なんですけど、高山駅ね結構大きい駅なんですけどね、自動改札機がないんですよね。まあ、有人改札になってます。で、高山駅の、まあ、近距離切符の運賃表があるんですけど、まあ、大阪はおろかね、まあ、京都、米原、岐阜、箕面すらもないですからね。あ、めちゃくちゃ遠いですよ。296キロ離れてますからね。で、これは高山駅の、まあ、時刻表なんですが、これ下呂岐阜方面なんですけどね、見たら分かるように、ほとんどね特急列車しかないんですよ。普通列車の運行本数がめちゃくちゃ少なくて、今回乗っていくやつが14時51分発の箕面行きですね。まあまあちょっと時間あるんで、ね、ちょっと待ちたいと思います。というわけで早速ね高山駅のホームにやってきたんですけどね、いや左にはね特急飛騨が止まってますね。キハ85系ですね。で今回乗っていくやこの隣ですね、もうキハ25系の普通箕面行き、これでまずね箕面まで向かっていきます。まずね大阪へ向かおうと思ったら、まず高山本線をね抜けていかないといけないんですよね。はい、まずこれに乗っていきます。焼き派25系、これあれですよね、JR 東海の車両なんですけど、313系そっくりなんですよね、顔が。でもまあ全然違うところで、これは機動車なんですよね。313系は電車なんですけれども、なかなか面白いですね。はい、そしたらこれに早速乗っていきたいと思います。2両編成のワンマン列車なんでね、運賃箱と運賃表がありますね。とりあえずね箕面まで乗っていく列車なんですけど、これ2両編成のワンマン運転の列車なんですよね。なんでこれ見たら後ろのドアが開かないっていうことで、前から出ていかないといけないことになってます。まあ田舎あるあるですよねこれ。ちょうどね高山駅を発車していたところなんですけど、一応大阪までね距離がね 296.5 キロあるんですよね。で所要時間が5時間52分なので、まあ、約6時間ってことなんで、まあ、結構ね長い旅路が始まるって感じですね。
ご乗車ありがとうございました。
い、というわけですね、箕面大駅に到着しました。高山駅出発してから2時間37分か、結構かかったんですけどね、まだまだ先続きます。はい、次この普通岐阜行きに乗っていきます。でこれ車両がこれキハ75系っていうことでね、快速三重とかに使われてる車両なんで結構乗り得列車ですね。転換クロスシートでめちゃくちゃ快適な車両です。はい、そしたら早速乗っていきたいと思います。岐阜駅に到着しました。高山駅出発してから約3時間、いや3時間超えなんですけれども、ここでね高山本線を回ってここから東海道本線に入っていきます。岐阜駅はこんな感じでね、立派な高架駅になってます。はい、じゃあね次列車来るのを待ちたいと思います。はい、というわけでやってきましたね、快速米原駅。これで、ね、米原駅まで向かっていきます。ご迷惑をおかけいたします。また一度もあります。快速米原駅です。西
終点前からです。はい、というわけで前原駅に到着です。前原駅は JR 西日本と東海の境界駅になってます。いや、東海道線ね、ここからやっと JR 西日本の区間に入るということで、こちらの新快速にね乗っていきます。これが今回の最後の列車ということになります。あ、やっぱ新快速ですよね。 JR 西日本のエース、新快速姫路行き、はい、これに乗っていきたいと思います。
Thank you.
はい、というわけでね、高山駅を出発してから約6時間ぐらいか、もう大阪にね着きました。いやめちゃくちゃ長かったわ。でも、ね、高山本線がねめちゃくちゃ長かったですね。あ、じゃあ今回ね、高山から大阪まで在来線の普通列車でね移動してきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。いや、そうですね、まああの特急と新幹線使ったらね、まあ、1万円超えなんですけど、今回あの乗車券だけで高山から大阪まで5500円でね移動できたんでね、まあ、めちゃくちゃ安く移動できたんじゃないかなと思いました。まあ、でもその分ね時間と労力がまあかかったんですけれども、はい、まあ、今回はまあ動画のネタでもまあいうことでね、普通列車で移動してきたんですけど、皆さんもねぜひやってみたいっていう方は、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。